恵比寿吉和、ローカル鉄道、撮影中に転倒、右手小指骨折。漫画は9歳。漫画家でタレントの恵比寿吉和、71、が16日、テレビのロケ中、つまずいて転び、右手小指を骨折していたことが20日、わかった。所属事務所によると、全治2ヶ月の見込みと診断されたが、ギプスが取れ、痛みがなくなり次第、漫画家としての仕事を再開するという。恵比寿は16日午前、テレビ東京、土曜スペシャル、田川、恵比寿のローカル鉄道寄り道の旅に、12月8日放送予定、の撮影で歩いていたところ、つまずいて転倒。とっさに体を支えようとした際に右手小指を骨折した。転倒した際、スタッフが心配して駆けつけたが、恵比寿は、大丈夫、と話したため、そのまま撮影を続行。同日夜、帰郷後に夜間診療のある病院に行き、17日、改めて整形外科の診察を受けたところ、右手小指の起節骨骨折と診断された。現在、患部を固定するためギプスをしており、漫画の連載などは休載するものの、テレビ出演などの仕事は支障がない限り続ける。事務所関係者によると、恵比寿は、ご迷惑、ご心配をおかけしてすみません、と話しているという。ローカル鉄道寄り道の旅、破大荒涼だった路線バスシリーズに続く第2弾。9月8日に第1回が放送された。なお、デイリースポーツで長期連載中の、まくりあよちゃん、の21-25日分は休載となる。